コボちゃんは、上田雅史による日本の4コマ漫画作品である。1982年により、読売新聞で連載開始。1992年から1994年まで、読売テレビ、日本テレビ系列でアニメ化もされた。2016年には、連載1万回を記念し、本作を題材とした絵本が出版された。 2021年1月7日にはこれまでの最多であった、あさってくんの通算回数13,749話を超え、通算13,750話に達した。本作は、こぼちゃんこと田畑こぼとその周囲の人々の日常を描いた4コマ漫画である。原則として、登場人物は年を取らないが、結婚や新たな登場人物の登場が描かれたり、するほか、 2010年には、美穂の誕生を境に登場人物が年を取るなどの変更が行われた。また、2011年4月6日、掲載文よりコボの設定が幼稚園児から小学生に変更され、同日の読売新聞長官では小学校入学を記念し、あたしんちとのコラボレーション漫画、コボちゃんちが掲載された。現在、上田の作品の中で唯一、セリフに、 振り仮名がついている。セリフでの登場人物の指名表記にはカタカナが多く用いられる。主人公であるこぼちゃんの名前の由来は作者自身が子供の頃に呼ばれていたこぼちゃんに由来する。上田自身はこぼちゃんをこぼちゃんではなくこぼちゃんと発音する。また、上田は2009年12月12日にラジオ番組アニスパに出演した際、 本作に登場するキャラクターはすべて自分であり、自分の考えたことや感じたことが、キャラクターのセリフとして表現されていると語っている。読売新聞では、1973年に秋吉香織の轟先生が終了して、以降、4コマ漫画が掲載されない時期が続いていたが、1977年10月1日から、都内版に4コマ漫画の枠が用意され、 同年12月31日まで、大糸民くん、1978年1月1日から12月31日まで、東京パンチが掲載された。1979年1月1日には、福地宝介の王、ミスターの連載が開始されたが、同年8月1日に、都内版から、社会面へ掲載が変更され、全国の読売新聞で4コマ漫画が復活した。 だが、同作はわずか1年で連載が打ち切られ、1980年1月1日から1982年3月29日までは、秋、達山のあっぱれさんが連載されていた。同じ頃、読売新聞の社会部の間では、フリテン君や、かり上げ君で4コマブームの火付け役となった上田雅史を押す声が上がり、上田は文化部からのオファーを受けて、 新聞連載の仕事を引き受けた。そして、本作、こぼちゃんは、あっぱれさんの後継作品として1982年4月1日から、連載開始された。当時多忙な生活を送っていた上田は、新聞連載の仕事を始めるにあたり、雑誌の連載を少し減らす形でバランスを保つことに、した。本作は2004年12月1日から、 日本の全国紙の4コマ漫画としては初めてカラー化された。なお、コミックスではモノクロのままである。2010年6月14日に連載1万回を達成した。なお、読売新聞での4コマ漫画の長期連載は鈴木義次の3割くんの全1万1240回を抜いた。そして2021年1月7日。 連載13,750回を達成し、一般全国紙に連載の4コマ漫画では、毎日新聞長官に連載されていた、あさってくんの13,749回の記録を抜いた。2021年現在では最長記録となっている。2017年4月1日に連載35周年を迎えた。本編以外では、 新聞休館日や選挙での配達遅延などを告知する折り込み広告にお辞儀している子坊ちゃんが掲載されたことがある。上田は文春オンラインとのインタビューで毎日締め切りがあることについてはあまり気にしておらず、それよりも新聞に掲載できる表現内容について注意を払っていると話している。本作は新聞の社会面に掲載されるため、時には漫画のそばに 事件や事故の記事が掲載されることから季節を題材とした差し替え用のストックが用意されている。同様の理由から刈り上げくんなど別媒体で連載していた内容が本作では通用しないこともあり、上田は過去にあった例として小坊の親戚の竹尾が子供の日があるなら大人の日があってもいいと言ってストリップ劇場に行く内容の漫画を提出したところ、 一時難色を示された末に通ったことを挙げている。平日掲載用の原画の彩色はアシスタントが担当しているほか、新聞掲載に向けて画質調整を行う読売新聞側にもキャラクター別の色見本が用意されている。衣服の柄や色はキャラクターごとに固定されているため、衣服ネタはあまり使えないと、上田は2020年の読売新聞の取材に対して答えている。 1993年のコボちゃん第4000回の掲載日には同じく読売新聞有関連載の鈴木義次、三割くんも同日に第8000回を達成し、勇敢に上だと鈴木の合作日トコマ漫画が書かれた。当時は J リーグが発足して話題となっており、三割くんがキックでパスしたボールをコボちゃんがヘディングするというサッカーの構図の絵であった。 2004年に鈴木が死去し三割くんが終了した際には、上田の筆により、さようなら。三割くんと題し、カバンを持って旅立つ三割くんを小ボちゃん一家が寂しそうに見送るという構図の追悼イラストが寄せられた。小ボちゃんがお兄ちゃんになるという構想は、連載から2.3年目の時点で立てられていた。だが、出産を題材とするにあたっては膨大な資料が、 必要となると判断し、そのアイデアは、連載1万回目にまで持ち越されることとなった。連載1万回目から少し前の2009年10月14日、掲載文にて、小坊ちゃん母のサナイが、第2子の妊娠を告白した。後日、サナイの妊娠は、掲載紙である、読売新聞のライバル紙、朝日新聞の青鉛筆でも取り上げられた。 サナの妊娠から2ヶ月ほど後の2009年12月12日、上田は文化放送のラジオ番組アニスパに出演し、コボちゃんが兄になるまでに至った経緯を説明した一方、第二子の性別については明言を避けた。また、第二子の名前について上田は募集しても良いのではないかと提案している。そして、 連載1万回目となる2010年6月14日、掲載文で、子坊ちゃんの妹となるジョジが誕生した。同年4月27日付の読売新聞長官、及び同社ホームページで、名前の募集が行われた結果、応募第2位だったミホに決まり誕生翌々日の6月16日掲載文で、発表された。また、おませになる3歳ぐらいまでは成長させたいという。 上田の意向から、作中世界の時間がそれに合わせる形で進んだ。青高社から単行本が第60巻まで発売されており、現在は、法文社が単行本の新規発行を承継し、第48巻まで発行されている。法文社版第40巻の時点で、青高社版から合わせて、累計発行関数が100巻を達成した。アメリカでも、ほぼ、ザエルアイ エル・ラスカルというタイトルで翻訳出版され人気を博した。その際、一部のコマが反転されている。電波竹の下の名前は劇中ではほとんどカタカナ表記されているため漢字表記されるのは稀である。東京都に住んでいる。現在まで以下の通りテレビアニメ化されている。いずれも読売テレビ制作、日本テレビ系全国ネットで放送された。 TV シリーズは1993年から OP に中央児童福祉審議会推薦番組というテロップが追加された。本編はすべてモノラル放送だが、一部主題歌はステレオ放送だった。42話までは、デンパタ、山川家の誰かを中心としたエピソードが多かったが、43話以降は路線変更されコボを中心としたエピソードがほとんどとなり、メインの舞台もデンパタ。 山川家ではなく、幼稚園が舞台になるようになった。ふとしの登場、しげるの親友家、明き子のアニメ独自のキャラ付け等はこの時からである。また、1992年には、交通安全を題材とした、教育映画、小さな命こぼちゃんの交通安全も発表されている。は、TV シリーズ以降のスタッフオープニング、正しいパーティー、日本。 から、第10話、祭りがいっぱい。約束のマジックリ、恋して、ズーから、第20話、約束のマジックィ挿入歌、花のランランパワーから、第31話、コボチャングルーから、第42話、頑張れ男の子から、第63話、祭りがいっぱい。エンディング、約束のマジックィエンディングエンディング、空が笑ってる、夢のおかずから、第20話、夢いっぱい。オープニング、 白いスニーカーから第42話、夢いっぱい。エンディング、明日も会えるから。第63話、挿入歌放送時間は1993年2月中旬から3月上旬時点。系列は、本放送終了時とする。田畑子母の銅像、ありがとうございます。